そうそう、今日は事前に皆さんにね、マシュマロ投げていただいたものが何個かあるので、それをね、すばるちゃんと一緒に読みながらね、食べながら見て話して笑ってみたいな1時間を過ごせたらいいんじゃないですかね。はいはい、行きます。ね、バカにしてやでしょ。なんかさっきからめちゃめちゃちょいちょい真似してくるんですけど、結構似てると思うけど、今多分ね、どっち話してたかみんな分かんなかったと思う。いや、それは舐めすぎマジで。本当に僕結構ね、自信あるけどな。え、待って待って、もう一回やって。はい、じゃあ行くっちゃう。似てない。似てないよ。ほら、スバルちゃんが2人って書いてる。それは本当にもうマジでもう違う。似てない。スバルのが、スバルのが可愛い。そんなことないっす。ね。スバルの方が可愛いっす。ちょっと似てる。悔しい。ね、せやろ、せやろ。ちょっと似てる。もういいよ、早くマシュマロ行こう。わかった。はい、お互い自分の、じゃあ相手の女の子っぽい面と男の子っぽい面はどこだと思いますかっていうマシュマロですね。じゃあスバル変えていい？いいよ。おかゆちゃんはね、女の子っぽい面はね、おっぱいで。じゃあ おかゆちゃんマジね、おっぱいめっちゃ大きいんだよ。ちょ、見て見て見て。あー、ちょっと待って、バストアップするわ。おっぱい、ちょっと待って、切れてるんだった僕今日バストが。おっぱい切れてるの。バチバチに切れてるじゃん。あ、ごめん、今日みんな見せられないわ。このさ、めっちゃ鋭利な切れ方してるやん、おっぱい。あ、ごめん、なんかごめん、今日は見せられないっぽい僕。そうか、ダメダメだ。ダメだった、ごめん。みんな後で、おかゆちゃんフォローして。ごめん。もう、綺麗に。切れてた、綺麗に。綺麗だった。いや、